2015年5月31日、人民日報電子版によると、中国広東省の鄭州市中心人民医院は、中東呼吸器症候群 MERS 感染が確認された韓国人男性の治療にあたる担当者をくじ引きで決定した。記事では、医療スタッフがくじ引きを行い、ICU 集中治療室に入ったとした上で、未婚者が第1グループとしてくじ引きに参加した。既婚者は第2グループで、コミュニケーションアプリなどで、家族や友人に別れを告げる人もいたなどと伝えた。